5つの型は柔道理想の姿を表現したものであります。第1話、正しいものの前には抵抗する何者もないことを表したものであります。第2話、逆らわずして勝つ理想を表しています。第3話、大きく旋回する2つの物体が緩やかに接し、さらに旋回を続けるうち自然に分かれる姿を表したものです。第1話、大きな波が岸に打ち上がり、引き返す勢いで一切を洗い流して浄化する気持ちを表します。第5話、ゴーとゴーとがぶつかればお互いに破滅しますが、パッとかわしてすれ違い、悠々として事なく共存していく気持ちを表したものであります。